押すって言ってドンってやったら勝っちゃった。俺いつの間にか強くなってた。どっかで見たことがあるなと思ったらさ、いい加減にしろよ、ドラゴンボールそのまんまじゃねえかなと思って。よっぽどねドラゴンボールリスペクトなんだよねこのシーンは。念能力ってやつを連載途中で思いついて無理くり入れることによってハンターハンターっていうのは劇的に面白くなった。強化系、変化系、具現系、特質系で操作系、放出系、このオーラの流れ、少年漫画のバトルものに出てくる超能力とか能力線みたいなものっていうのは全てこの中で説明できてしまう究極の超能力体系を作っちゃったっていう風なところがこれのすごいところだ。これ本当にねすげえよ。念能力で書いてんじゃねえのかな。今日の動画ではですね、ククルマウンテンと天空闘技場編をです、二つ続けて話をしてます。ハンターハンターという作品全体を見たときに、ハンター試験編っていうのが、まあ一番最初のメインミッションなんですね。次のですね、ミッション、でかい山場っていうのは、ヨークシンシティ編なんです。幻影旅団が出てきてっていうやつなんですけども、そういう意味ではですね、今日の動画です、解説してるですね、ククルマウンテン編とですね、天空闘技場編、過去話と、あとゴンとキルア、キルアの過去、過去と現状、あとゴンとキルアが強くなるっていうのってそれぞれのそのつなぎのエピソードなんですね。いかにヨークシンシティ編に入って桁違いの強さのやつらが出てくるんだっていうのを見せるためのつなぎのエピソードなんですけども、そういう意味ではですね、ジャンプのですね連載漫画の中で割と難しいですね。一番最初に見せたい、どうしても見せたいメインエピソードを終えてですね、ストーリーが軌道に乗ったところでですね、その一度落ち着いて次の山場へ準備するといったパート、つまり連載漫画でね一番人気が落ちやすい部分なんですよ。これを避けるためにですね、先駆け男塾という漫画ではですね、今日ら第4教札が終わったらもう次の週から大神パーレン制覇が始まるっていうですね、なんかそんな感じなんだけど、まあその時は店長ブリン舞踏会だったけど、なんかこれをね連続でやるしかないんですけども、これやるとねバトルが団体戦で順番に戦って戦って戦ってばっかりなってやって漫画が面白くならないんですね。でかの名人鳥山明ですらですね、孫悟空が一回天国行っちゃって孫悟飯が主人公になってですね、ハイスクール編っていうのが始まったんですよね。でハイスクール編僕すごい好きなんですけど、やっぱあれね盛り下がるんですよ。その意味ではね、一番最初のレッドリボン軍との戦いが終わって亀仙人のところで修行した時はこのつなぎがうまくいったところなんですね。だから天才鳥山明ですらつなぎうまくいくところとですね、うまくいかない時があるんですけどもですね、今回ですねキメラアント編とブラックホエール号編の間でもですね、そのハンター協会会長選挙編っていうのがあったんですけども、ここでは戸賀先生いまいち調子が出てないんだかなと思う。俺は好きなんだけどってやつなんですけどね、なんかハイスクール編、ドラゴンボールのハイスクール編と同じく俺は好きなんだけども、世間的にはあんまり人気がなかったなというふうに思ってるんですけども、そういうですねつなぎパートでもですね、このククルマウンテン編と天空闘技場編はですね、すごい面白いですね。一番面白いっていう人がいるぐらいですからですね、今日の動画でですね、そういうハンターハンターのククルマウンテン編、天頂舞踏会編のですね、魅力をたっぷり語っていきます。今日はこれからククルマウンテン編と天空闘技場編を取り上げます。ここが前の最後ですよね。キュルは俺の友達は絶対に連れ戻すというふうなことで、じゃあうちまでおいでよというわけで、ククルマウンテン、このその頂上に俺たち一族の住処がある。ひょー。ここのところから、ククルマウンテン編が始まるんだよね。これが37話なんだけども、38話、ジンフリークスってタイトルで、ハンター試験が終わってないことが告げられる。ゴンたちはハンター試験に合格したんだけども、サトスさんたちが、ちょっと裏で話してて、危うく話しちゃうところだった。ハンター試験実はまだ終わってないよってことで、何かまだある。でも、ゴンもクラピカも、あとレオリオもそれには気づかず3人で、じゃあ、ククルマウンテン行こうぜ。どうやっていう風に行こうっていう風に調べると。ネットで調べてるうちに、自分の父親の情報を調べてみたら、そしたら何にも残ってないと。自分のこの情報社会の中で、ここまで自分の持ってるデータっていうのを隠せるのは、一つの国の大統領クラスの権力がないと無理だということで、お父さんって実はすごいやつだったなっていうのが、ゴンにじわじわ分かってくる。これからククルマウンテンに行くっていうふうなことで、すぐにキルアの話に持っていかずに、キルアが今、実は拷問を受けてるんだけど、その拷問を受けてるのが出てくるのは、だいぶ後になるんだ。そこまで、だんだんステップバイステップで、とりあえずハンター試験編の前半が、すごいスピーディーだったんだけども、このククルマウンテン編になってから、ちょっとね、スローに、もう一回ペースを整えると。次の39話が侵入者で、ククルマウンテンに行こうとしたら、なんと、意外なことにというか、肩透かしなことに観光バスまで出てて、ここは暗殺でおなじみのゾディアック一家の本拠地でございますというふうに観光バスのお姉さんが案内してくれて、で、ゴンとクラピカとキルは、おいおい、本当かよ、そんなに有名だったのというふうに言ったら、そしたらこっから向こうに行く
ると死んじゃいますってバスガイドが言って、お姉さん僕たちここで降りますって言ったら、うん、坊やたちバカなのって、ここで降りたら死んじゃうのよって言うんだけど、ゴンが降りようとすると、元力自慢みたいなやつがガーッと降りてって、なんかゾディアク家が、じゃあ俺たちが退治してやるぜっていう、もう雑魚丸出しの感じで行ったら、あっという間に骨だけになって帰ってきて、バスはそのまま出てしまうと。まあこんな感じで簡単に殺されると。でも、そこでちゃんと表門を開けなければ中に入れないって表現できるんだね。門っていうのが一番小さい1の門から最後7の門まであるんだけども、一つ目の門が2トンの重さがあると。だんだん2倍になってきて、キルア様が帰ってきて、この間帰ってきた時は3の門まで開けた。3の門は 2×2×2 だからいくらだ、16トンの重さがこうあるんだよ。で最後の7の門なんか俺さっき計算したんだけど128トンなんだよ。どう考えても体重が100キロ以下の人間が128トンのものなんか動かせるはずがないんだけども、ここら辺がね、俺がいつもハンターハンターを考えるときに真面目に考えるときことがバカらしくなる瞬間だよね。いや、そんなこと言い出したら別にドラゴンボールだってさ、ドクタースランプだってさ、なんかワンピースだって全部同じなんだけども、ちょっと無茶な数字はやめてほしいなと思うよ。40話がゾディアック家で、門から入れないってことでゴンが切れて、執事に電話したら、会いませんっていうふうに言われて、むちゃくちゃ切れると。で、中に入ろうとしたら、番犬がいて、犬がいるという。で、犬に食い殺されるって言ったらゴンがそれでも入るっていうんだよね。門番のおっちゃんは結構いい人で、ああ、この子はきっと山の中で動物と一緒に友達になったんだろうなと思ってゴンを入れてあげると。動物になった瞬間にゴンがこんな表情になっちゃうんだよ。で、ゴン君分かったんだろう。あれが完璧に訓練された狩猟犬ってやつだというふうなことで、その目が何も映ってないと。まあ、君はいろいろ毎日動物と遊んでたんだろうな、というふうに思ってたら、ゴン君こいつに勝てると思う方、嫌だ、怖いと、絶対戦いたくないというふうなことで、それまでゴンの能力であった、どんな動物とも仲良くなれるみたいなものが、ここで一瞬で裏返される快感。ゴンっていうのはそれまで未知の力があって、例えば、ハンター試験会場まで案内してくれる魔獣キリコと一瞬で仲良くなったりできる、あらゆる生物と仲良くなったりできるというようなはずだったのが、それが一瞬でくるっと裏返されることによって、こっから先の冒険の難易度をグッて上げている、ちょっとなかなかね、地味だけど面白いシーンなんだよ。結局さ、じゃあそれがダメだからっていうふうなことで特訓するんだけどさ、特訓シーンね、俺面白いなと思うんだけども、これ全部同じ40話なんだよ。電話にして切れて、番犬に合わされてゴンが戦えないと思って、じゃあ訓練するかって言ったら、訓練っていうのが、じゃあスリッパどうぞ、片方20キロありますかってスリッパ出されて、お湯飲みもなんかこう何十キロもあるっていうふうなことで、お茶飲みますか、湯飲みも20キロありますというふうなことでパッと言われると、まあ亀仙人の修行みたいなことをこうやらされるんだよね。これこんだけのコマ数ですごいスピーディーなんだよ。で、いきなり次のページで、まあ、あなただったら体格もいいし、1ヶ月ぐらいで1の門はいけるんじゃないのかって言ったら、まさか2週間で開けてしまうとはってことで、訓練すればと言ってて、湯飲みとかを20キロ、スリッパとかを20キロって見せてるのに、その修行シーンなしで、次の子までいきなりギーッと開けて、いやー、まさか2週間で開けるとはっていう、このテンポの良さ。細かく細かく詰めてるところと一瞬で流れていくところの思い切りが、やっぱハンターハンターすごい気持ちがいいんだよね。これがまあ40話。40話でいきなりさっと展開させて、41話ゾルディック家。まあ、羊のカナリアって女の子が出てきて、それが止めると。止めるのにゴンが無理やり行こうとして、何度殴られても行こうとすることで、まあ、ゴンの人間力かな。いわゆるこれまでもよくあった、半蔵に、お前を殺すぞっていうふうに言われたら、それでも俺は行くのはやめない。親父に会いたいからだっていうので、半蔵が心を動かされて、じゃあ俺が負けだっていう。ゴンはね、何かというと人間力で解決するんだけど、今回もそれで行こうとしたら、いきなりそこで情にほだされそうになった、カナリアと羊が横から狙撃されて、それも狙撃したのが、キルアのお母さんというとんでもない展開になっちゃうっていうのがゾディアック41話だよね。キルアの母親と弟か妹か未だに僕はわからないやつが出てくると。その次の話が42話で、ようやっとここで囚われていたキルアが出てきて、お兄ちゃんに散々拷問されてて、おじいちゃんがもういいと言ってるぞ、もういいぞって言ったら、その鎖をブチブチとちぎっててまあなんかお父さんのところに出頭するんだよね。で、お父さんと会った時に、お父さんが後継ぎとしてゾディアック家を継がさなきゃいけないのはもう明確なんだけども、ちょっと二人だけで話しようってことで、結構人間っぽい話するんだよ。分かった、お前はもう自由だ、だが一つだけ言う、誓え、絶対仲間を裏切るな、いいな、誓いを裏切らない、絶対にってことで、お父さんと約束してしまうんだよね。これがそのシルバーってお父さんなんだけども、いい話っぽく見えてるんだけど、後でシルバーがニヤッと笑いながら、あいつは絶対に
帰ってくるっていうんだけど、まあこれが呪いになってるんだよね。絶対仲間を裏切るなっていうふうに言って、キルアみたいなストイックな性格の人間に言っちゃうと、何やっても自分がやったことが裏切りだというふうに思っちゃうんだよね。だからこれは後で必ず友達を裏切るっていうふうに自分で思い込んで、その時にゴンがそれは裏切りじゃないよって言おうとも、キルアは裏切りだと思い込んで帰ってくることになるだろうっていう、ブーメラン的な呪いをかけてんだよね。この辺はさ、普通の漫画の伏線、ちょっと心理っぽいんだけど、伏線なんだけども、まあもうこれね、作者回収するつもりないよね。ハンターハンターには、もう作者が、この伏線はもういいやって諦めてる伏線がいろいろあるんだけど、これはそれの第1号だと思う。多分これが原因で、キルアがゾディアック家に戻ってくるというようなエピソードはもう多分書かないよ。キルアはただ単に成仏したからね。針のおかげで妹のことを忘れた。妹のことを思い出した。俺はこれからしばらく妹のために生きるんだ。じゃあバイバイっていう風に言って、めっちゃ幸せそうに成仏しちゃったから。まあこれであの伏線は一応あったんだけど、まあないというふうに思っておいてください。で、次の43話で執事団が足止めしてコインどっちに入ってるというクイズやります。これももうパズルだよな。ハンターハンターっていうのはバトル漫画に見えてるんだけども、実は大半のクエストっていうのがパズルであったり、謎解きであったり、単なる頭脳勝負であったりする場合がすごく多いんだけども、その辺の力勝負と頭脳勝負とパズル、いわゆる気づき勝負みたいなものの配合がすごくうまいから、僕らはついついバトル漫画みたいに読んじゃうんだね。バトル漫画と人情とか順番にこうバトル人情で来るようなワンピースの単調さに飽きた人間はハンターハンターに行くし、まあバトル人情で全然飽きねえよっていう人はワンピースで我慢できるし、もうワンピース最高というふうなことになるし、そこら辺がなかなか面白いところだと思う。44話で天空闘技場編にいよいよ入って、で、まあお金なくなったし、まあ能力もつけなきゃいけないというふうなことで、レオリオとクラピカが退場すると。これいつ帰ってくるのかわかんない退場にして、バトルモノ開始と思えた天空闘技場なんだけども、実はそのクラピカの家で湯飲みとか持ってたんで、訓練されてしまってたと。なので、ゴンはキルアに、あ、お前あの門通ってきたんだよな。だったらもうただ押すだけでいいよって言われて、押すって言ってドンってやったら勝っちゃったと。うわ、俺いつの間にか強くなってた。どっかで見たことがあるなと思ったらさ、いい加減にしろよ、ドラゴンボールそのまんまじゃねえかと思って。ドラゴンボールで悟空がいつの間にかすごく強くなってたので、相手をトンと押しただけで勝ってしまって、えらいこっちゃと、俺たち強くなっちまったぞ。なんか、クリリン絶対本気で戦っちゃダメだというふうなシーンがあるんだけども、よっぽどね、これドラゴンボールリスペクトなんだよね、このシーンは。本当に同じような流れで書いているから、修行から何から亀仙人の亀の甲羅何十キロというところから、さっきのスリッパ、湯飲みっていうのを同じように見せておいて、ドラゴンボールで今節丁寧に書いてた20キロの甲羅つけて何するのかっていうものを丸々飛ばして結果だけ書く。でも天下一武道会みたいなものはちゃんと設定してあって、その初戦の勝ち方は全く同じ配置にするっていうのが、やっぱこのドラゴンボールを意識しててリスペクトしてるっていうのが面白いよね。45話レンっていう回で、この回あたりからハンターハンターのいわゆるメインである念能力、オーラを使った念の能力というのがじわじわと出てくるようになってくるんだ。最初はゴンがどんな相手もポン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 倒せるんだけど、ところがキルアは最初に対戦したズシっていうすごい弱そうなクリクリ坊主の子供をどうしても倒せないと。なんか勝つことはできるんだけど、それは全部テクニカルヒットで判定勝ちしてるんだけで、 KO させたいんだけども、ゴンみたいに相手を KO させてゴンに俺もやれるぜっていうところ見せたいんだけど、キルアは見せたいんだけど、ところがズシをどうしても倒せないと。それは何なのかっていうと、どうもそこにもう一つ能力があるらしいっていうのが分かるところまでが45話。46話は念っていう回でさ、もうカタカナの念なんだけども、まあ会長に二人が勝ち進んでるんだけども、余計に会長に勝ち進めば勝ち進むほどキルアの中では、なんであのズシっていう子供に負けたというか、完璧に勝てなかったんだ、KO できなかったんだっていうのが重くのしかかってきて、で、師匠のウィングさんという人を紹介してもらって聞くと、心を燃やす念っていうのを教えてくれると。心の中で激しく思って、それを決意して意識すると物事が動くというふうに言われるんだ。で、それを説明するために、お前を殺すっていうふうにウィングさんが言って、強く思った瞬間にダンっていうのは何かっていうと、キルアが逃げちゃったんだ。ここに足跡だけがあるんだけども、ゴンの横にキルアがいたんだけど、キルアが一瞬でいなくなったと。それをウィングさんが、今のがレンですと。意志が強ければ、発、行動に足りますと。ということで、これを聞いているキルアの顔のアップがあって、
って、そのキルはどこにいるのかっていうと、ウィングさんの後ろの天井と壁の間にすごい警戒してへばりついてる。まあすごい格好悪いんだけども。漫画の書き方としてやっぱすごいいいよね。お前を殺すっていうふうに言って、目つきが変わった瞬間に、擬音だけして、キルアがいる位置だけが示されて、ウィングさんが何も関係なかったかのように、キルアがさっきまでいた場所に向かって説明していて、そのキルアは目をずっと離さずにウィングさんを見つめていて、ウィングさんが淡々と説明していくって、この一連の流れの構図ってね、ちょっとでも漫画描く人は今言ったシーンを自分が絵が描いたら本当にこの小回りで描けたかどうか意識してみて、そしたらこの富樫っていう人間がいかに漫画が上手いのかわかるから、これ本当にねすげえよ、念能力で描いてんじゃねえのかな。本当の念っていうのが何なのかっていうのが、まあこの46話の終わりぐらいで出てくると。47話は見えない壁っていう回で、まあまあ200回まで勝ち進んだんだよ。ところが200回までエレベーターで上がったゴンとキルアが天空闘技場のね上の階に行くにつれて強くなるんだけど、200まで上がったらエレベーター降りた瞬間になんか怖いくて前進めない。それで無理やり前進もうとしたら、なんかもう足が一歩も進まなくなったら、そこになんか懐かしいヒソカが座ってて、ヒソカがまだ早い通さないっていう風に言ってくれるんだよね。ヒソカめちゃくちゃ親切ってことなんだよね。なんかね、お前たちにはまだ早い通さないって言ってくれてるわけだし、こっから先永遠修行してくれてるから、危うくひそかがいい人になっちゃってるんだけども、いよいよこの年の説明が始まったと。で、僕が主催してるあの DMM のサロン、オンラインサロンっていうところがあって、そこにハンターハンター部っていうのがいるんだ。で、ハンターハンター部の部長がや、あのヤムアキっていうやつで、今これ撮ってるカメラの向こう側にいて笑ってんだけども、ヤムアキ君の説ではですね、年は実は後で思いついた説なんだよ。つまりハンターハンターの連載初期はお話の流れは考えたんだけど、作者は絶対年のことを思いついてないと、年能力を見せて、確かにそうなんだよ。1話からの流れで見たら変すぎるんだよ。だってキルアって後で出てくるんだけど、キルアの家の執事のばあちゃんまですげえ念能力使えるんだよ。家族全員キルア以外ほぼ念能力使え、なんでお前だけ使えねえんだよっていうのは変なんだよ。だから途中で思いついた。で、なんでその山脇説によると、なんで思いついたのかというと、実はゴンとキルアの実力差をなくすためだと。こっから先いろんな敵と戦うんだけども、キルアがこれまで正体不明ミステリアスですごい強いと、実力差を数値化すると、ゴンが100だとしたら、キルアが1万ぐらいあると。これをなんとか同じぐらいどっこいどっこいにしないと、こっから先のクエスト、修行シーンとかも、クリリンと悟空が修行するときって、実力差がありながら、やっぱ同じ修行を受けて同じぐらいように強くなるという表現ができるじゃん。そういうふうなものは必要だから、どっかでゴンとキルアの実力を似たようなものにしなきゃいけない。それにはどうするかっていうと、念能力という概念をもう入れて、強さをいきなり100万足しちゃおうと。これまで100と1万の差があったんだけど、そうすると100万100と101万の差しがなくなると、ほぼ実力関係なくなるというようなことで、じゃあ実際にここから先グリードアイランドとかでも実力差はもうほぼ同じになってんだけど、これ念能力っていうやつを連載途中で思いついて無理くり入れることによって、ハンターハンターっていうのは劇的に面白くなった。なかなかね、あの途中までこんなに作者が思いついてないことが明らかに分かってて、途中で思いついたのを作者があまりに嬉しくて説明しまくってるっていう漫画なかなかないっていう。47がそういう年の説明を初めてやってくれたと。あ、48話か、密かの条件でウィングさんから年の説明をザーッとされて、じゃあ君たちにオーラっていうのが見えるようにしましょうって、背中に手を当てて全身の昇降っていう毛穴みたいなものからオーラがバーッと吹き出すシーンっていうのをちゃんと書いていく。そこから先修行シーンがあるのかと思ったら、そのオーラをっていう風に説明してたら、もういきなり画面暗くなって、次の日密かが廊下で待ってんだよ。そうするとオーラを全身に持った2人がこう来て、なんとかここまで来れたって言ったら、ヒソカがよしパスっていうっていうね、またもや出ました、修行シーン一切なしっていう。すごいよね、修行が必要とかオーラすごいとか念っていうのはこんなもんかってプロセスをこう書きながら、実は読んでる方が退屈に感じて、書く側が実は書かないと読者が分かんないんじゃないかなって思ってしまう。プロセスっていう風なものをもう書かない、プロセスを書いちゃうと、ここから先いろんな修行があるからさ、もう全部似たようなものになっちゃうんだよね。なのでここはあえて書かない。ここで念の修行を書かなかった頃からこそ、グリードアイランド編のビスケが教えてくれる念の基礎修行っていうのがすっごい面白く見えるんだね。でもここでウィングさんが概念だけ教えて、ちょっと言葉で教えて、考え方を教えただけで、ゴンとかキルアが身につけてしまう才能、あの二人の才能恐ろしいっていうシーンだけでキルアとの試験をパスするっていう、このねすっ飛ばしのおかげで、この漫画はすごいスピーディーな展開になってるんだよな。この後三人、これから対戦する相手が出てくるんだけども、三人とも障害者、いわゆる車椅子に乗ってる人間、足が一
本しかない人間、片腕しかない人間っていうのが出てくるんだけども、それがなんでか、なんでそういうふうな状態なのかっていうのも、念能力の恐ろしさとして、後々解説されてくると。で、49話、戦闘開始。やっと、天空闘技場に入ってて、やっと始まったバトルシーンなんだよ。で、ウィングのさんの教えを破って、ゴンは、ついつい我慢できずに小松会のギドってやつと戦ってしまう。攻略法が見つからないっていう絶望の回があって、で、50話、絶っていう回では、まだ作者にもね、念能力の体系化が出てこないんで、できてないんだよ。だから、なんだろうな、ちょっとパネル作るの忘れちゃったんだけども、小松会のギドっていうやつの戦いの時に、操作系って言葉が出てきてないんだよね。なので、初の一種で物質にオーラを送り込んでるっていう風に一生懸命なんか説明してるんだよ。そこら辺のね、なんかね、ウィングさんの説明が、念能力がすでにあるウィングさんが、念能力がすでにある弟子の厨子に教えてるんだけどさ、すごい心もとない説明なんだよ。だから後で体系化、を一回でやるんだけど、そこまではなんかね、なかなか途切れ途切れな説明になってるので、単行本持ってる人はぜひ読み返してくれると、ここら辺の一生懸命オーラの説明っていうのがね、いかにこの思いつき思いつきでやってるのかっていうのが分かっていいと思うよ。まあ念を立って、噛んで、駒を避けてですね、戦いながらの修行というのをやって、それで密かこうゾクゾクするっていう描写を入れて、絶っていう回が終わりと、50話が終わり。51話の天っていう回は、またね、このどうやって負けたのかという描写を一切端折って、いきなりキルアにゴンが怒られていて、全身12箇所骨折してると、全治4ヶ月で医者が言ってると、何考えてんだって、ごめんごめんって謝るシーンから始まって、もう本当にあれだよね、エヴァンゲリオンの見知らぬ天井みたいなもんだよね。最初の人との戦いのシーンがないかと思ったら、いきなり病院から始まって、ちゃんと回想シーンであるぞっていう、こういう統治的な関係っていうのをハンターハンターでは割とやるんだよね。つまり、こういうシーンが来るだろうと思ってたものっていうのを回想シーンにすることによって、因果関係っていうのをすっ飛ばして、美味しいポイントだけ見せるっていう技法で書いてると。面白くない戦闘は書かずに、回想で2ページだけ見せて、戦闘シーンっていうのを表現してると。同時に、クラピカが久しぶりに出てきて、ようやっとハンターの紹介状を見つけるんだけど、雇ってもらえない。なんでかというと、念能力がないからだってことで、あなたはここを見つけたっていうことは、頭がいいってことは十分分かったけど、それでも十分じゃないわ。俺に何が足りないと言うんだって言ったら、これが見えなきゃダメねって言って、ここで念でこう、ドクロのマークみたいなのが出てくるんだよ。ゴンが、どんな動物とも友達になれるっていうのが、ゾディアク家の猟犬相手に通用しなかったかのように、クラピカがどんなに頭が良くても通用しない、つまりそれまで持っていた優位的な設定っていうようなものを無効化するシーンがちゃんとクラピカにもあるんだよね。で、そこのバランスをちゃんと取ってると。52話のカストロという回は、ゴンはしばらく全治2ヶ月の、医者からは4ヶ月と言われたんだけど、まあキルアがそこのとこサバ読んで2ヶ月っていうふうにウィングさんに言って、ウィングさんに2ヶ月の間戦闘は禁止、修行も禁止ですっていうふうに言ったんで、2ヶ月間戦えないんだ。キルア編に入ってカストロという相手が出てきて、カストロっていうやつがどんなに強いのか、ヒソカはすごいんだエピソード、キルアもカストロの近くに行こうとしたんだけど叶わないっていう、ヒソカも試合が始まったらカストロに一発殴られてしまうっていうのを見せて、おキルアとカストロすごい、カストロ強いっていう風に見せると。53話のダブルという回は、なぜかカストロがヤムチャのローガ夫婦剣ってやつを使うんだよね。こうやって。で、もうこのローガ夫婦剣を使った時点で、実はこのハンターハンターっていうのは裏ドラゴンボールなわけで、もうお前は負けるよっていうわけだけど、やっぱりカストロはこう負けてしまうんだけども、やられ役の技だから使っちゃダメだと思うんだけども、まだこの回ではヒソカは右腕を切り取られると。カストロの能力のダブル、分身だよねっていうのの解説が出てくると。で、この解説のところに出てくる超常能力の辞典っていう本が引用で出てくるんだけども、普通これ民命処方なんだけど、ちゃんと制度者って書いてるんだよ。で、あれって思って制度者で検索したら Amazon でまだ売ってたからさっき注文したから来週には届くと思うよあったんだ、民命処方じゃなかったんだって思ったんだけどね。54話敗因というわけで、ひそかは左腕もこのローガ夫婦剣で奪われて、しかしなぜか右手が復活してると、不思議なシーンを見せると。勝つんだけども、このなんでお前は負けたのかっていうと、人間のように複雑なものを念で再現し、しかも自由に動かしてるのはすごく大変だ。どれぐらい大変かというと、その能力を覚えてしまうと他の能力が使えなくなってしまう。僕はそれをメモリが足りなくなると意識してる。君の範囲はメモリの無駄遣いというふうなことで、自分の分身の人間を思い通りに動かすことによって、念能力っていうには限界がある。オーラには限界がある。そんなことをやったらメモリの無駄遣いだと言って勝つんだけども、ちょっと待てよと。今現在のハンターハンターどうなってんだよと。ちょっと待てよと。幻影旅団のコルトピアビル出してたぞとか。もう、後々になったら突っ込みどころ満載の。じゃあ、なんでそんな相手
手にこんなにひそか苦戦してんだよってか血まみれになってんだけどさ。この頃までは作者はオーラっていうか念能力っていうのを自分の分身を出して動かすみたいなことをしたらメモリーを無駄遣いされて負けてしまうと。そうじゃなくて俺がやってるようなバンジーガムとドッキリテクスチャーぐらいの能力っていうのが一番使い勝手がいいんだよというふうに思ってんだけども、まあもうむちゃくちゃだよね。まあこれも後になって考えたらこれで負けたカストロかわいそうだなと思うんだけども、次のですね55話ひそかはっていう回は俺かなり好きなんだけども、前回の戦闘シーン、さっきのカストロの戦闘シーンの意味と、あとひそかの能力の種明かしの回なんだ。で、全部で19ページあるんだけども、そのうちの10ページがもう文字の羅列で説明の塊なんだよね。この辺から作者が念能力をまとめ出したんだと思うんだけども、これそのうちの連続した8ページを一覧にしてみたんだけど、この順番で読むね、 1,2,3,4,5,6,7,8 なんだけど、少年漫画じゃないよねこれは。科学の本みたいになってんだけど、めちゃじゃもう字が小さくてアップにしても読めないぐらいなんで、こうやってごまかしてこの能力2つがあってこんな能力だった、こうやって勝った結果こういう流れになったと、ひそかはこういうふうに思っていて、ひそかはこの能力が自分に最も適してると思ってるっていう、なんかジョジョみたいな変な決めポーズまで行ってやれた次と。この8ページのね連続は本当にすごいから、ぜひ皆さんも単行本で確認してください。文字の圧倒量、あの前回話したトンパさんの、なんだろう、多数決の罠っていう時の文字の連続にもめまいがしたけども、今のところ連載でこの8ページが密度が一番高いから。ひそかがもう一人の主人公とやっぱ作者が確信した回なんだよね。ひそかっていうのがこのお話の中でメインに出せない、メインに出せない、なんでかっていうと、メインに出してたらゴンとしょっちゅう対戦しなきゃいけないじゃん。なんでジンフリックスっていうゴンの親父がなかなか出てこないのかっていうと、これも最後のキラーカードなんだ。ゴンとジンが会ってしまったらこのお話終わりを迎えると。とにかくジンはすごくて、ゴンはいつまでたっても追いつけないっていうのにないと話にならないのと同じように、そのひそかもとてつもなく不思議で、とてつもなく強くて、ゴンがいつまでも追いつけないっていう風に作者が決定した。つまりいずれキルアにしてもクラピカにしても、まあもちろんレオリオにしてもゴンは追い抜くかもしれないんだけど、最後の最後まで追い抜けないのがこの二人だっていう風に決めたかい。でジンはなかなか安っぽく出すわけにいかないから、とりあえず頻繁に出してくるゴンの目標としてヒソカっていうのはこの回で設定されたと。以後は軽々しく内面っていうのを書かないけど もう今回に限って内面みたいなものをちょっと書いてると。で以後クラピカとかキルアはどんどん神秘性を失って、ヒソカの無敵ぶりを見せる流れっていうか、なんかそれを解説するような流れになっちゃうんだよね。この回で面白かったのがこのマチとの対話なんだけどさ、ひそかが実は幻影旅団の隊員だったというのが、団員だったというのが分かると。マチが、全員必ずヨークシーに集合というようなことで、団長も来るのかい、おそらくねと。で今までで一番大きな仕事になるんじゃないというようなことで、それは怖いと。ところでどうだい今夜というふうに食事に誘うんだ、食事でも一緒にっていうと行っちゃうと。そうするとひそかが残念っていう。さあこの残念っていうのは何なのかっていうと、実はここの手前の点点点、団長も来るのかいっていうので何があったのかっていうと、実はひそかはゴンと戦ったんだよね。ゴンと戦ったので、いずれゴンはすごいライバルになるだろう。ということは、今一番夢中のおもちゃはもう使っちゃってもいいかなということで、団長も来るのかっていうのは、いよいよ団長と戦うことを決意したので、もうすぐ町は自分の敵になるので、どうだい食事でもになって、町が断ったから残念っていう流れになってんだよね。つまり、ここで俺と食事しておく。のがもうお前の人生の最後の楽しみだよでもあるし、俺と仲良くしていったらこの子を味方に引き入れることができるかな、そうすると町が生き残る可能性があったかなっていうのも全部含めての残念なんだけども、この一連のセリフで肝心のところで顔を見せてないんだ。団長も来るのかいっていうところで吹き出しで顔を隠す、それは怖い、ところでどうだい今夜っていうところでも顔を見せない、で食事でも一緒にっていう嘘の笑顔だけ見せて残念っていうところで本当の表情がちらっと見えてると。このあたりのその、やっぱり漫画の描き方がうまいって言い方になっちゃうんだけどもさ、あの、ハンターハンターって語るときに設定のうまさよく語られるんだけども、漫画家としてどういうコマで、どういう顔を見せ、どういうふうにするのかっていうのがさ、やっぱ本当に桁違いにうまいのを見せてる。その割に、こう、街の顔とかが、お前なんか、悠々白書の頃からあんまりキャラ変わってねえなっていう、この親しみやすさっていうのもあっていいよね。
で、56は修行再開という回があって、まあ念の説明と個人にあった史実っていう説明があって、ひそかの対戦ビデオを見ると。ひそかとカストロの対戦ビデオを見たときに行、つまりオーラを目に全部集めて見る。でその結果、実はひそかが使ってるこのゴムみたいなやつっていうのを厨子には見えるんだけども、ゴンとキルアには見えないっていう説明があって、でいよいよ次のバトルの予感がすると。57話の約束という回では、片腕、さっきの出てきた片腕だったサダソというやつが厨子をさらっちゃうんだよね。厨子というのは念力があるんだけどさらわれちゃうんだけども、でそこでキルアが成長して、まあ、厨子を取り返すと同時にですね、ゴンをかばうために相手のなんかこうサダソを殺さないと。で俺もなんかこう成長したもんだみたいなもんじゃないけども、相手を殺さないって案外しんどいなっていうふうにキルアが言うことで、キルアの成長も少しずつこう語り出すと。ところが約束させたはずのサダソが裏切ったので、キルアが怒ってサダソを殺そうとして不戦勝になるというふうなことで、ちゃんとキルアの強さも今回もう一回ちゃんと見せてる。作者はキルアを忘れてるわけじゃありませんよと。なんせこのちょっと前の回で人気投票の回があって、キルア1位だったもんだから、やはりそこでちょフォローを入れて、キルアもちゃんとすごいですよというのを見せると。58話で再戦ということで、駒使いのギドというやつとゴンの再戦やったんだけども、まああっさり勝っちゃうんだよね。で59話9大合格って意味なんだ。この9大の回で面白いのが、表紙がクラピカで木の上に座ってて服がボロボロで髪伸びたなって言ってんだけども、実は後に出てくるクラピカも念の修行して、その念の修行したのは師匠と二人でなんか山の中みたいなところで修行してるんだよね。それがだいぶ後に出てくるんだけど、それの伏線でちゃんと木の上で服ボロボロでまだ鎖とかを持ってない時代のクラピカ出てくるっていうのをちゃんと出してると。この9大合格という回は、キルア対車椅子のリーベントというやつが戦うんだけども、電流に強いキルアっていう後に伏線になってくる勝ち方をして、でゴンもさっさと勝ってひそか戦への流れを作ると。このフロアでちゃんと勝ったらひそかが戦ってやるよというふうに言ってくれたので、9大合格をもらうって回だ。60話合格という回なんだけども、ここで念能力っていうのがもうやっと説明されると。これが属性の相性を示す図ですというふうなことで、この2ページで念能力っていうのが一斉に説明されるんだけども、駒を動かす時の説明で、送り込まれたオーラ物質にとってみればガソリンの電池のパワーの源のようなものというふうなことで、小さなものなら少しのオーラで大きなものを動かすためには大量のオーラを必要としますと言っていた、まあ操作系っていう言葉が思いつかないので、駒を動かす時のウィングさんの説明っていうのはすごい回りくどくなってんだけども、それら一気に解決してしまったのが、強化系、変化系、具現系、特質系、で、操作系、放出系って、このオーラの流れ。で、これはやっぱ何がすごいのかというと、ハンターハンター部部長の山脇くんが言うには、ジョジョのスタンドも、ワンピースの悪魔の実も、すべてもうこれで説明できちゃうじゃん。いわゆる少年漫画のバトルものに出てくる超能力とか能力戦みたいなものっていうのは、すべてこの中で説明できてしまう、究極の超能力体系を作っちゃったっていうふうなところが、これのすごいところだっていうふうに言ってんだけど、まあ、確かにそうなんだね。この2ページで、少年バトル漫画の歴史っていうのの変換点なんだけど、この変換点っていうのは、作者があらかじめ考えたものではなくて、連載の中で苦しみながらひねり出したというところが余計俺感動的だと思うんだけどね。ということで、実は念能力がハンター試験の裏試験だったという回がウィングさんに明かされますと。で61話決戦ということで、いよいよゴン対ヒソカだよね。まあといってももう本当に簡単な手合わせでしかないね。ヒソカが余裕で開始位置から動かないね。ゴンが一生懸命攻撃したいんだけども、あれ気がついてる、俺開始位置から動いてないよって言うと、ゴンがえ本当って言うんだけど、これネテロ会長が飛行船の中でやったのと全く同じなんだよね。キルアが先に気がついて、あいつ動いてないぜっていう風に言って、ゴンがえ本当って言うんだけども、ネテロ会長もゴンたちを修行してくれたのと同じように、やっぱここでもヒソカがやってるのはゴンの修行してくれてるだけなんだよね。なんかもうすごいいい人で、で一発だけネテロ会長も隙をつかれて素早い動きで見えなくなってゴンに一発食らされたんだけども、ヒソカもゴンの素早い動きに一瞬見失ってしまって顔をボコーンと殴られるっていう回がこの決戦です。61話決戦。62話の本気という回は、殴られてヒソカやっと歩くんだよね。でゴンがプレートバーンと返す、つまり一発でも僕にを殴れたらこのプレートは受け取ってあげるっていう、単行本で言うと3巻ぐらい前の伏線をやっと回収して、でそれでもひそかのバンジーガムをつけられてゴンは殴られてクラッと来るっていうところで62話終わり。63話のこれからっていうことで、お前はなぜ俺に勝てないのかっていうので、
僕の能力というのはバンジーガムとドッキリテクスチャーだっていうのをゴに延々説明しながら、お前はこうやって負けるっていうふうなことを言いながら、ヒソカが戦っていくと、ヒソカにね、何のメリットもない戦闘をやって、で、殺されることもなくヒソカが判定勝ちして終わりってやつなんでね。63話のラストシーンで、本当かよと思ったけど、後ろに荷物背負って立って、バイバイ天空競技場って、これ最終回だよ、こんなもの。ということで、単行本7巻まで終わって、で、いよいよ次回からですね、ヨーク新編っていうやつに入って、幻影旅団などが現れるというわけであります。アップグレード情報なんですけども、天空闘技場編でですね、ちょっと面白いのがこのシーンなんですけども、単行本ですね、7巻です。審判の採点基準についてですね、ちょっと説明してる、細かく設定が作られているのがわかるシーンなんですけども、急にですね、ここら辺で池上良一みたいなキャラクターが出てくるのがですね、まあ遊びですね。富樫先生ってこういうふうにふっと出てくるキャラをやるときにですね、なんか自分の好きな漫画家の絵をですね、あえて出したりとかですね、あと好きな芸人とか好きなアイドルとかを出します。捨てキャラを捨てにしないために、魂入れるためにやってるんだと思うんですけど、ここら辺でですね、なんでこんな風に採点してるのかという語られるんですけども、ここら辺明らかにですね、過剰なディティールなんですね。天空闘技場での試合はですね、10ポイントを先に取った方が勝ちっていうですね、割とシンプルなルールなんですけども、これはですね、ゴンとヒソカの戦いに決定的な勝ち負けをつけさせずに終わらせるためという設定のはずなんですよ。それ以上でもそれ以下でもないんですけども、ドラゴンボールの天下一武闘会みたいにですね、場外に出たら負けとかですね、相手が倒れたら負け、参ったら負け、と言ったら負けっていうですね、ルールにしてしまえば、まあ本当はポイントどころか審判も必要ないんですよね。ドラゴンボールでは審判がすぐに、いなくなりますからですね。で、にもかかわらずですね、こういうですね、ダウンやヒットしたら1ポイント、クリティカルヒットで2ポイントとかですね、あと、審判ごとに、そこら辺がうまいんですけど、ポイントの付け方に癖があるっていうですね、この審判はゴンを守るためにあえて採点基準を下げて早めに試合を終わらせようとしているとか、細かい要素がこういっぱい入ってるんですね。ここら辺はハンターハンター読んでるな、他の漫画と違うなという感じなんですよね。で、こういう無意味なディティール、無意味って言っちゃなんですけど、余計なディティール、これ以降も頻繁に出てくるんですけど、これ第10巻です。ヨークシンシティ編でのシーンなんですけども、これはゴンたちがですね、発掘した木造り蔵っていうですね、一見ですね、木の置物みたいに見えるんだけど、中にお宝が入ってるというですね、まあいわゆる隠し金庫みたいなもんですね。それにイチャモンをつける業者です。で、この業者の男っていうのがまた大友克洋に書かれてるんですね。なんかまあこれも遊びですね。楽しそうに書いてますね。大友風の絵っていうの。メインキャラとしては出せないわけですからね。この木造り蔵っていう概念自体が富樫さんのですね、創作なんですけども、その鑑定方法とかですね、殺し技まで含めて、で、時代が減るにつれてこういうですね、殺し技が出てくる。で、それに対してこんな風な裏技があるみたいなですね。もうどんどん富樫先生がですね、勝手に想像で作ったものなんですけども、まあ不必要にですね、設定が作り込まれてて、で、じゃあこれが無断設定かというと、この殺し技というのは後にですね、信長とのですね、対決というかですね、まあ戦いのシーンでですね、重要な役割を担うことになります。その他にもですね、例えばそのキメラアント編ではですね、軍技という将棋みたいなゲームとかですね、あとグリードアイランドで一度も使われなかったカードとかですね、あと NGL の総帥ジャイロとかですね、もう無駄に疲れ込まれてて、これ後でなんかあるのっていうようなですね、ほとんど疲れない設定がいくつもあります。まあ、軍技という将棋みたいなゲームは、ちゃんとキメラアント編のクライマックスの二人のですね、会話みたいになってるとか上手かったんですけどもですね。でもあれ、割とね、軍技作った人がいるんですけど、実際にコマとか作った人がいるんですけども、実際に遊ぶと人間の脳の処理能力を超えてるそうですから、できることはできるけど難しすぎると。スタートレックの 3D チェスみたいなもんですね。例が古くて申し訳ないですね。ここら辺まあ作品としての豊かさというかですね、もともとゲームとか遊びが好きだった人、作者なんで、そこら辺感じれて楽しいです。